三知園還元学団は朝鮮民主主義人民共和国の学団である。朝鮮労働党の金正恩委員長が2018年の新年の時において2018年ピョンチャンオリンピックへの代表団の派遣について言及し、北南関係の改善に前向きな姿勢を表明した。それを受けて1月9日に半門店の平和の家で行われた南北交換級会談において、 北朝鮮側は、選手団などの派遣とともに、北南交流の一環として、芸術団の派遣を受け入れる、要韓国側に要請し、合意を得た。1月15日に、反門店の統一閣で、南北局長級実務協議が行われ、北朝鮮側は、文化省芸術公園運営局長の剣赤捧ぐ、管弦楽団団長の現場続き、 韓元楽団行政副団長のキムスの芸術団部隊監督のアン・マサヒロが出席した。この協議で140名規模の芸術団を派遣し、カンボンド工領氏とソウル特別市で1回ずつ講演を行うことに合意した。そこで、三智園韓元楽団という芸術団名が明かされた。北朝鮮側は1月19日に、 芸術団派遣に向けた7名の事前点検団を1月20日に派遣すると通告したが夜に急遽取りやめ1日遅れの1月21日に韓国入りした訪問は1泊2日で行われ現象月のいるこの事前点検団に国内外から多くの報道陣が詰めかけ1月22日午前にはソウル駅前でそれに反対するデモが行われた2月5日に キムスの率いる23名の芸術団の先発隊が陸路で韓国入りし、事前準備を行った。同日に芸術団の本隊がピョンヤ駅を出発し、翌日に朝鮮中央通信などが報道した。2月6日に元山港から出港したとみられるマンギョンボン92号が夕方間温度倒壊しの隅子港に到着した。 住みここでもそれに反対するデモが行われた。2月8日に、高料市の高料アートセンター、市人堂、ホール、2月11日に、ソウル特別市の国立劇場、ヘオルム劇場において、2018ぴょんちゃん陶器、オリンピック・パラリンピック成功祈願3地園、歓迎楽団特別公演が行われた。公演では、北朝鮮の歌に加えて、韓国の歌や、 世界各国の音楽のメドレーも演じられた。ソウル公演では、団長の現少月が自ら舞台に立ち、普天保電子楽団所属歌手の時期に、自身の持ち歌として歌った、白桃と春らは、我が祖国を披露した。2月12日に、陸路で韓国を出発し、同日平壌に到着した。金正恩が帰還した産地園還元楽団の幹部、メンバーらと面会し、 記念写真を撮影したことを、朝鮮中央通信などが2月13日付で、報道した。2月16日に、平壌市の万寿大芸術劇場で、帰還公演が行われた。韓国の公演では、既存の万寿大芸術団三智園楽団を中心と、市、ボタンミネ楽団、西法楽団、航訓国家合唱団、万寿大芸術団などの芸術人から選抜された。 メンバーで構成された。歌手は、西方楽団を中心とするメンバーが担当した。など、など、ありがとうございます。